長い長い気も遠くなるような時を経て、ようやくこの時を迎えられます。クセ者がこっちか。光秀、何を申じる。たかが手足が。風情を感じる暇はありませぬな。これら襖もまた敵の一部とお考えあれ。この先道が二つに分かれているようです。長廊下と連なり広間、どちらを行くが上策でしょう。最後までお仕えしとうございました。風に生えし墨れ虹、それが半兵衛様の剣だ。豊臣軍に引き入れるまでもないということか。血に伏していたまえ。君たちにはそれがお似合いだ。敵は我が目の前にある。むしゃぶるいが収まらぬわ。バカ野郎、なんで謀反人なんかに手を貸すんだよ。光秀様はお前たちが思っているような方ではない。ただとても寂しく哀れなお方なのだ。どうするかい。これらの襖は何やら似合います。ご用心を。身にかける時間はないんだ。教えてください、信長。私は一体誰なのですか。決め立場、天下、豊臣に無限の次元大使、それとも夢の続きを見ようか。これ以上君にかける時間はないんだ。終わりだ。かばねばかばね同士、互い抱いて眠れやよい。なんでよりによって明智殿なのだ。信長様をお支えできる数少ない方のはずが。ああ、光秀様もそうであれと願って。今ではもうよくわからないのです。
私の一番の望み、それが一体何だったのか。神奈川通りに夢幻であるか。理解できるのはただ一つ、あなたが欲しい、あなたの声で生まれ変わりたい。甘みにもなく玉蔵有川座敷郎か。光秀、是非もなし、新たなる者の杯よ、急ぎ余のもとに参れい。一刻も早くここから立ち去ることをお勧めするよ。これほどまでとは思っておりませなんだ。秘密迎えにはことかかぬ。奴が倒れようともまだそれがしがおる。この時を待っていた進軍せよ。焼き払うのに何ぞロープがあるか。少しは体を痛まれ我が友よ。の指揮を信じよう。きっとうまくいく。将の一人や二人抜けようと最強は織田に違いなし。魔王様、心暗き者にとっては宿なのだ。成長を感じる。欲するところを授けん。余との生殺の場をな。ああ、織田軍でよかった。光秀、うん、ああ、そうだ。いつぞやもこうして。あなたが遮った。無力。物よ、そして物よ。余が征伐にて散りことほぎ。君たちは猛毒だ。秀吉の作る国から消えてもらうよ。官兵衛の息遣い、隠してはいいが苦しげだな。そうか、初めから私はここに死の淵にいた。死を悼むのも微笑むのも全ては人の特権です。時間だ、時間だけがこうも僕を駆り立てる。豊臣に後ろは振り返らない、前へ進むのみだ。夢の続きを見ようか。余が欲するはただ一つ、静止外に満ち溢れしせいぞ。信長子、たとえこの身が滅びようとも、私はずっとあなたのそばに。ひとたび生を受け滅
せぬもののあるべきか。残るはものよ、その身一つぞ。飲まぬなら溺れてみせよ、ホトトギス。秀吉の右には僕があればいい。残念だよ、君と僕は分かり合えない。魔王御子よ、それを己と吟じるか。僕のしつけは厳しいよ、覚悟しておきたまえ。世に咲かす風ほどの似合いもなし。所詮は世も故より逃れられぬものであるか。まだ時間はある。もうすぐ君と僕の夢が叶うんだ。秀吉。